です。今日は何日だっけ？今日は15日です。7月の15日。昨日7月のね、14日の昼の12時半ぐらいに、マドリードの方に着きました。もともとね、7月の13日の夜のね、夜23時ぐらいに着く予定だったんですけど、今回の便は日本、フランクフルト、その後にマドリードっていう予定だったんだけど、日本から、ね、羽田空港ここからフランクフルトに行くときに、のが時間が遅延してしまって、だいたい1時間半ぐらい遅延したのかな。遅延したことによって、フランクフルトの乗り継ぎができなくなっちゃって、で一泊、フランクフルトで、ホテルをね、会社が取ってくれてたので、そこに泊まることになりました。ちょっとハプニングもありって感じで、翌日の朝の9時半の便で、フランクフルトのね、9時半に、出て、マドリードの12時半ぐらいに着いたって感じです。今回またスペインにマドリードに戻ってきて、これから2シーズン目、スペインでの2シーズン目を迎えるんですけど、今回も、一言日記ということで、また今日から2日目からになってしまうんですけど、まあ、昨日は着いたばっかだったので、ちょっとまあ僕なりのね、自由にこれはできることでもありますので、スケジュールの話はねできることもありますので、まあ、今日から、2日目ですけど、今日は一言日記を撮っていこうと思います。まあ2シーズン目、昨日まあ上田直美さんとも代理人の方ともあっていろいろ話しましたけど、またここからね、去年のチームは更新はせずにっていう形で、まあ、ちょっと自分たちのチーム降格してしまったので、まあね、前の動画とか、まあ、話してくれたね、日本にいる時にいろいろ話した方は知ってるかもしれませんけど、降格したので、まあ、更新はせずに新しいチームに移籍するという感じです。現在ね、チームの方も探してるという状況になってますけど、まあ、しっかりとそこは、見つめ直して、この1ヶ月、7月までにね、チームが見つかるといいなとは思ってます。あと15日かな。そのためにもね、今はしっかりといい準備をするという感じにはなります。まあ、今日はまずね、何を話していこうかと思いますけど、まあ、まずは、また、スペインの地でやるよと。今年1年間一生懸命頑張るよ。やっていくよっていう、まあ、意思をね、ここにポンと伝えていきたいですし、まあそれはまた、とりあえず今日やることは言うことはマドリードに戻ってきましたということです。で、明日ね、まだ話していくことは、まあ、今回日本に帰って、本当にいろんなね方が僕を支えてくれてるなってまた改めて感じさせてきましたし、まあ、この2ヶ月ねオフで日本に帰ってたんですけど、それの話をちょっと明日はしたいと思います。で、また明後日にはね、またこのスペインでこの1年間の抱負じゃないけど、どういう風に過ごしていくか、どういう風になりたいのか、実際にこの1年何をつかみ取りたいのかっていうことをね、もう一回整理して、やっていきたいなと思います。まあ、しっかりとこうやって話すことによって、こうやってね元を残していくことによって自分にもプレッシャーかかりますし、まあ、これをね、ちょっとの方だけどね、
見てくれてる方もいるので、その方たちにも報告という形にしていきたいと思います。何よりもね、これはもう日記ですので、あくまでもいろんなことも吐き出しますし、まあ前回の一言日記1年間通してやりましたけど、まあいいこときも悪いこときもあったし、まあ素直にその気持ちをね、日記のように、ビデオに残して話していくという感じにはなるのかな。まあそこはそこで置いといて、まあ優しい目で見ていただけたらなと思います。フライト時間も長くかかっちゃいましたし、約2日かな2日かかっちゃいましたけど、まあ、なんとかね、ここにマドリードにね戻ってこれましたし、まあそこにまず感謝して、戻ってこれたことに感謝して、しっかりまたここから今日からまたね、サッカー選手として、一サッカー選手として、サッカー人として一歩一歩積み重ねていきたいと思います。まず今日は無事に着きましたという報告になります。そんな感じで、今日の一言日記に何したいと思います。ではまた明日の動画で見てくれた方、よろしくお願いします。それではまた、じゃあ。